はい、皆さん、こんばんは。今日プロ YouTuber のカツッパです。えっとですね、ちょっと、いつも使ってるパソコンの調子が悪いので、えっと、普段使ってない Mac を取り出しました。ので、ちょっと人服の設定とか、ホワイトボールとかなくて、この状態から開始しております。ご了承ください。今日は ARC114 やっていきます。ライターはサタシュンさんですね。サタシュンは、えっと、昔から仲がいいんですけども、えっと、今回でもしかしたらライターが最後かもしれないということで、えっと、私としてはエモいコンテストになっております。じゃあ、 やっていこうかと思いますが、えっ、ー、と、あれ、問題のページに、あ、行きますね、これで。やっていきましょう。6問開きまして、まあ、えっ、ー、と、最初 A と B だけ同じ動画にして、その後 CDF は、できる限り1問ずつやあの動画にしていきます。じゃあ、A 問題、not コプライム。えっ、ー、と、N 個の 2以上50以下の整数 x1 から xn が与えられます。すべての i イコール a1 から n について、次の条件を満たす性の整数 y のうち最小のものを求めてくださいと。で、xi と y は互いにそうではないってことですね。えー、っと、そう、ホワイトボードは今回ないので、僕は頭の中で口から吐き出しながら、えー、っと、思考を皆さんにお伝えしなきゃいけません。えっと、x50 以下の2以上50以下の整数がたくさん、たくさんというか、まあ、まあ、ありったけ与えられて、 でそれぞれについて、次の状況を満たす性能性素 Y のうち最小のものを求めてくださいと。うんと、あ、すべてと、んこれは、すべてとってことか。すべてと互いに素ではない中で、最小のものを求めてくださいってことですね。はいはい。ああなるほど。これは、 あれですね、えっと、まず、素数があったら、それの倍数じゃないといけないから、まあ、それは y にかけてあげましょう。で、そうじゃない場合なんですけど、えっと、まあ、2とか3とか、いくつかあったときに、まあこ、この場合ですね。この場合、うーんーと、なんか面白い例あるかな。7はまあ素数なんで、7の倍数じゃないといけません。で、まあ、まあ、6、まあ、6は6だからか。あ、10でかですね。10は2と5があるんだけど、 だから、この人は2か5の倍数でいいんですね。で、実際5の倍数じゃないじゃないですか。だからここの取捨選択が大事ですね。各合成数について、その、えー、素因数の中で少なくとも1個満たされてれば OK ということになります。はい。で、えー、っと、50がちっちゃいからね、昨日も72が出でなんか面白かったんですけど、ちょっとホワイトボードないからここに書くか。50以下でなんか面白い。 面白いです50以下の素数、合成数で、なんかすごく合成数なものって何かなって考えると、2、3、5の時点で、これは 2×3×5 が30だけど、もう次できませんね。2×3×5 が30で、えっ、ー、と、他に何かあるかな、3×4、2×5×7 は70だからもう無理で、30がまあ,あれば、 面白いんだけど、それ以外は、えー、たかだか2個しか、えー、総因数を持ちません。本当に本当かなまあ、本当だよね。2、5、7がダメだから。えー、ほとんどの30以外は、えー、たかだか2つです。で、1つのやつはもうそれは必要だし、2つのやつに関しては、どっちかが満たされればいいですね。で、30に関している場合、ちょっと困っちゃうんですけど、 ま 30, の30がいる場合だけ気をつければいいですよね。えっ、ー、と、30がいる場合だけ、2を使うか、3を使うか、5を使うか、全探索する。3回やればよくて、それ以外に関しては、えっ、ー、と、たかたか2つの素数の積になってますから、えーと、つまりどういうことかっていうと、それは辺のように扱えるわけですね。えっ、ー、と、50以下の素数がたくさんあります。 で30以外の合成数に関しては、たかたか2つしか素因数を含まないから、えっ、ー、と、ね、含まないから、えっ、ー、と、ある2つの素因数を結べ、辺のように見えると。で、えっ、ー、と、すべての辺に関して、えー、少なくとも片方は満たしていてくだ持っていてくださいということになるから、えっ、ー、と、これは、あ、っていうか、ちょっと待ってよ、素因数いくつあるの ?2、3、5、7、 11、13、えー、10、まあ、ここ、ここ以上になってくると、もう、なんでしょうね、そっち使わないと、11まではそう、13、3で割れないのってどっか、17からですね、17以降は、えー、それか、それかける2でしか現れないから、2を使うか使わないかで、も 2を使う場合は、これの2倍の人たちは、もうどうでもいいし、2を使うの、使わないのであれば、その34とかの人は17を持っておく必要がありますね。で、それ以外に関しては、この、2を使うかどうかと、あとこの、あ、違う、この、普通に30、全部試しても大したことないのかな。17、19、23、25? じゃ26、27、28、29、31、33、 違う3で割れる。37、39、41、43、45、47、47、49。ああですね。だから、1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、13、14、15個しかないから、2の15乗全部試していいですね。じゃあ、2の15乗全部試しましょう。ということで、場合図がここにあるんですけど、それを置いといて、 えーっと、C++ でいいかなじゃあ、これにしましょう。ちょっとね、あの、ま、Mac 使い慣れてないから、どうやって画面拡大すればいいか分かりません。あと、アットコダライブルが使えないので、全部生で、あ、それで履きます。はい。はい、じゃあ、CN で、ポイント i は 0i は ni++ にしましょうね。絵、え、が、ー、いい。うん。で、えー、っと、素数たちを、まあ、で、まあ、 えーどうしようかな。ベクターインとプライムズは、これ全部かけるとどうなるんだろう。全部かけたときって、まあ、ロングロングぐらいかな。と思うんで、using int イ,イコールロングロングにしといて、まあ、ロングロングイントだけ持っておきましょう。はい。で、えー、っと、プライムズなんですけど、1、あれ、2、3、5、7、11、13、 17, 19 23,、23,29,31,37,41,43次何えー、47ですね。はい。はい、じゃあこれをやっていきましょう。お,お !i は0、i はプライムズとサイズ。えー、っと、これをビット表現のまましましょう。えー、っと、 ビットア i みたいなのを持っておいて if プライムズ a カッコ i の約数にライム m カッコ i があったらじゃあ、ね、ちょっと i かぶしたね j にしましょう、はい、j だったらえー、とビットっ、えー、と bit カッコっに1の j 番目のビットを立たせますこれでビットが立ちましたであとは ポイント i は0、i は n、i は n は n じゃなくて、プーこうですね。はい、で、えっ、ー、と、ポイント j は、で、これが OK かどうかですね。ブル、OK、はホ OK はトゥルーにしといて、ジ0、j は n j、j プラプラで、if、えっ、ー、と、ビットかっこアイ、and、 えっと、i ですね。i じゃない、bitj と ii の and が0じゃなかったら ok で、0だったらちょっとまずい、あの1個もかぶってないから、で、ok はホルスにしてみましょう。はい、で、えっ、ー、と、ifok、OK、じゃなかったら、まあ continue してもらって、えっ、ー、と、ok だったら4を、for、inti は、j は0、j はプライムズとサイズ、まぁ、あ、int テンプを1とかにしいて、えっと、ifi の,の j ビット目が立っているならば、テンプかけるイコールプライムズカッコ j でいいですね。はい、で、アンサーは min のアンスとテンプで OK です。で、cout ア,アンサーすれば OK かな。で、えー、っと、アンサーの初期値でむちゃくちゃ大きい数字をしておく必要があって、まあ、多分 1e の18でいいんじゃないかな。ちょっとわかんないけど。 いろいろ定義しながら怒られる。1ャップインクルードベクター。あ、はい。あれうーんあー、なんか、これあれか。いろいろ、あれですね。これ、エディターのこの赤,赤くなるエラーのやつちょっと設定し損ねてるんで、なんかバグってますね。じゃあ、えっ、ー、と、A が50個でしょ ?55 にしておきましょうか。消費税ですね。で、ビットも。 五十五個にしましょう。はい。これでいいかな。で、アンスとテンプで、テンプもロングロングだからケ、OK、ーで、これで基本取るはずです。はい、どうでしょうか。あー、えーと、こういうのできないっけえーと、イニシャライズ、あ,あれハイフン p d c 十七かなあ、そうでしたね。リストイニ,イニシャライザーみたいなやつは、 えっと、途中からなんですよね。シープやっぱり14からかな ?11 からか。で、い。ああ、そっか。ちょっと僕の今のキーボードは、どこにコマンドキーがあるか分かんないので、こうしておきます。11? これおかしいですね。えー、11はおかしいよね。えー、っと、シアウト。 してペーストだ。もうなんか言ってるけど、なんか様子が変ですね。えっ、ー、と、OK を突破した場合の話なんだけど、これ11日しか経ってないのが変ですね。えっ、ー、と、 C アウト、ビットカッコアイしてもらえますか。A カッコアイと、ちょっとこれあれですね。ここの Mac の Emax ちょっは設定が不適切なので、後であっちに変えます。VS コード。はい。えっ、ー、と、これすると、3は32765。うーんー、そうなのかなそうではないと思うな。あ、これイコール0ですね。これですね。 はい。じゃ、ペーストして。あ、42ですね。OK です。あ、はい、47も OK で。まあまあ、これで OK でしょう。ちょっと余計なシーアウトがあるので消しますね。はい。えっ、ー、と、で、本当ならここで今すぐ VS コードに置き換えたいんですが、ジエリットはないね。えっ、ー、と、PB コピーか。えっ、ー、と。あ、EMAX は、あれができないんですね。 あのリダイレクトができ、EMAX の ECL はリダイレクトができないんですよ。ああ、で、これコピー。で、私は今、このキーボードはコピーができないから、ペーストを押して、OK って感じですね。いやー、不慣れなパソコン使うと不便ですね。はい、で、あ、そう、ここから VS コードに置き換えたいんですけども、ちょっとあの、今 VS コードに変えたりすると、なんかよからなものが映る気がするので、このままやります。はい、ちょっと我慢してください。スペシャルサブセッツ。えー、1以上 n 以下の整数すべてからなる集合を S とします。 f は s から s への関数であり、f1 から fn の値がこういうふうに与えられますで s の。s の空でない部分集合 t であって、次の両方の条件を満たすものの個数を9 9 8 2 4三3 5 3で割った余りを求めてくださいと。すべての a in t について fa in t であると。すべての ab in t について a0 イコール b なら fa0 イコール b であると。えー、っと、だから、うん では n 個の n 1n から 1nn の関数が1個与えられます。で、なんだこれは、えっ、ー、と、あ、s の空でない部分集合であって、f が t から t の関数になっていって、しかも t, a, b のっと ABINT やって、あなんかその同型なやつを選んだよねってことですね。わあむっちゃ図を書きたい。ABINT について、A0 イコール B ならば、FA0 イコール FB である。FA0 イコール FB であるだから、これは対応を取りましょう。FA イコール FB ならば、A イコール B である。ですね。それだけでいいですね。はい。 FA イコール FB ならば A イコール B になるようなやつなのであだから FA で FBFC っていくつか同じ値を取るものがあったらそのうち1個しか選んではいけませんですね。で、こっちに関してはあ閉じていってくださいってことだからはいはい。閉じていってしかもこれは単車と ってことだよね。だから、えっ、ー、と、グラフが、これファンクショナルグラフ作れますね。えっ、ー、と、1と F1 を、1から F1 に向かって矢印を引っ張る、2から F2 に向かって矢印を引っ張るみたいなのをやってあげると、グラフが作れます。N 頂点、N 辺の有効グラフが作れますね。で、この中から、えっ、ー、と、辺をいくつか選びます。で、辺をいくつか選んで、 で、それが、これ、この二つを満たすってことは、それがいくつかのサイクルになるようにしてくださいと。いくつかのサイクルになるように、辺の集合を選ぶとき、選ぶとき、そうですね。選ぶときの、まあ、選び方でいいですね。本当はこれ t だから、頂点の集合を選ぶ感じなんですけど、辺を選ぶと、まあ、その辺の、えっ、ー、と、どっから伸びてるか。 まあ、へその辺をいくつか選ぶとサイクルがいくつかできて、そのサイクルに含まれる頂点が t なんですけども、えーと、各頂点についてそこから出る辺は1個しかありません。四角辺についてどこから出てるかは1個しかないから、辺を選ぶのと頂点を選ぶのは一緒です。ので、辺を選んでください。で、えー、グラフがたくさんできるので、サイクルをいくつか選んでくださいということになりますね。ということだから、えー、っと、 で、サイクルじゃないといけないから、しかもこれファンクショナルグラフなので、ファンクショナルグラフっていうのはクツルフになります。クツルフは正しい言い方じゃありませんけど、あのー、N 頂点 N 辺、クツルフの森っていうのか、あのー、1個のサイクルを潰すと熱気になるみたいになります。で、要は1つの連結成分は1個しかサイクルを持たないんで、それを選ぶか選ばないかですね。 ので、あとは、えー、っと、それを選ぶかどうかなんで、部分集合の数、2の部分集合の数上になります。だから答えは、あれ ?7? あ、空でないがあるから、低い位置になるわけですね。えー、というわけで、基本的には連結成分の数を数えて、でそれ低、えー、2のそれ以上低い位置を出力すれば OK です。はい、じゃあやりましょう。いや本当はこういうのはね、あれですね、あのー、ホワイトボードがあった方がいいんですけど、ちょっとあいにく、 今週だけです。あの、ちょっと今週ね、もうあの、ちょうど春が来るから、新しいパソコンでも買おうかな、なんて思ってるんで、新しいパソコンが買えばちゃんとセッティングしたもので、あります。普段は Mac 使ってないんですよね。若い頃に、まあ、ちょっと Mac 持ってたらかっこいいんじゃないのと思って Mac 買ったんですけど、あの、コントロールは別にコマンドというキーがあって、それにもう一生なれずに今まで来ています。今はね、ずっと YouTube を見るためだけに使ってます。はい。えー、っと、し in, i は1から n ですね。で c in f ってやってみてあ、くっつけてあげたいんで、ユニオンファインド作りましょう。すだんならユニオンファインドすぐ作れるんだけどね。あの、あれがあるから、あとコー,ダーがあるから、ストラクト uf ってやって、まあ、これぐらい空で書けないといけませんね。えっ、ー、と、ベクター uf かっこいいん n ってやったら、ベクター int 親ですね、ペアレントの p が、p が、 N で、初期化されますでどうしましょうマイナス1とかでいいか。はい、で、これオッ OK。で、あと、ボイト、えー、と、ユうイトくっつけるやつね。え、あ、マージか。ここはアットコーダーに合わせましょう。アットコーダライブラリとマージだったわけですね。インターレット、A と B とやります。A はその前にあるか親。親とかどのグループだからリ、リーダーというか代表点。イント、まあ、リーダーリーダーはこれは読む人だね。 一力値だからこう新はできますよね。えっ、ー、と、ifx、えっ、ー、と、p カッコ x がマイナス、あ、負だったら、リターン x して、そうじゃなければ、リターン p カッコ x イコールリーダーカッコ p カッコ x ですね。はいで、えっ、ー、と、マージは、a をとりあえずリーダーにしてあげて、b もその主語のリーダーにしてあげて、 で、A と B が比だったらコ、コンティニンチがリターンして、そうじゃなければ、P かっこ A プラスイコール P かっこ P して、A が青いになりましたね、今。だから P かっこ B イコール A です。はい。はい、これで PA はサイズがわかるんですよ。まぁ、あ、今回、サイズ使いませんけどね。で、こうなって、えっ、ー、と、UFN ってやって、シャープインクルード、ベクターを忘れずにやって、はい。 えっと、あとは F もらいましたよね。で、u f とマージえっと、i と F なんですが、まあ、一インデックスとかなので、こうしましょう。in プラス1か。はい。あ、これめんどくさいな。グループスが作れないな。あ、めんどくさい。はい。セット、int です。リーダー、リーダーズ。えっと、これをした後に、forint,i は1、i は n i、i プラプラして、えっと、 readers.insert uf.reader.i です。各、すべての頂点のリーダーの集合を持ってくると、そのサイズで、2の何乗とかがわかりますね。で、あとは、アンサーは1で、O, int i は 0, i は、と、readers.size, i、はい、プラプラ、アンスは、アンスかける2%までアンス、プラスアンスの2倍して、 えっと、何ですか ?99824435 さですね。で、アンスマイナスマイナスと。はい、で、CR とアンスエンドルですね。イ、e、ターン0。えっ、ー、と、まあ2の何とか乗して9982435さの倍数になることのまずないので、うん。ここ、マイナスマイナスしたときに、マイナス一になることはないです。はい、これで OK かな。えっ、ー、と、F、イン t F、はい。G プラプラ。 ハイフンス G イコシーカカ17の B.CPP どうですかうわなんかめっちゃ怒られた。リーダーズ。ああ、ユニオンファインドのテー、あれセットがない。セットがないんですね。はい。で、イントがないから、イント使うっけどこでイント使ってんのああ,ああ、そこは使うね。まあ、ここはもロングロングでいいです。 こうしといて、さあ、OK かな。はい。じゃあ、あえっ、ー、と、2の二1で、1、あれどうしたんだろうはい。2の11で、あれどうしたのかなえーと、なんか遅くないですか何に時間かかってるのかなえーと、入力は受け取ってるし、 これかなんーと。いいかこう、X が負なら X 返す。そうじゃないなら PX をリーダーにする。はいいよね。えーと、んあ、これか。はいはい。こうですね、はい。今、N がむちゃくちゃ大きい数字入ってるところに、それで初期化表示しましたから、えーと、マロックがめっちゃ切れてたって感じですね。はい。で、3の1、2、3。 7、OK、いいでしょう。ちょっと大きい数字入れますか。えっ、ー、と、2の何乗からやばくなるのえっ、ー、とね、そんなに時間ないんで、33にしといて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2 3、4ってやっていきましょうかね。まあ、あの、こういう作業もね、なんか慣れてるパソコンでやれば、えっ、ー、と、一瞬なんですけど、オフラインならパソコンでやると時間がかかっちゃいます。はい。あ、OK ですね。いや、わかんないけど。 ので、p, えっ、ー、と、キャットビードと cpp の pb コピーですね。e シェルは、えー、リダレクトーできないけど、パイプができるので、これでコピーできるはずです。さあ、これでどうでしょう。ちょっと一旦これ終わった。えっ、ー、と、これでペースト貼り付けですね。はい。いいかな。よろしくお願いします。はい。あ、そっか。このパソコンはプラグインが入ってないから、A が IC した時にわかりませんでしたね。 で、B も通りそうなんで、通ってくれると信じて、通ってくれました。ありがとうございました。はい、じゃあ、あと C と D は別の動画にします。えー、っと、ありがとうございました。ちょっと、あの、一旦、環境を整えるので、時間が空くかもしれませんが、えー、お楽しみに待ってください。